作業療法という仕事はリハビリテーションの専門職で医療職です。しかし高校時代に理系を選択していなくても文系でも目指すことができる珍しい医療職と言えます。皆さんはリハビリテーションというと病院で行うことと思われるかもしれません。でもそれだけではありません。作業療法の対象は体に障害がある人ばかりではありません。幼稚園や保育園に通っている子、小中学生のお児童生徒で発達の偏りから勉強ができなかったり友達とうまく遊べなかったりする子どもたち、高齢になり転びやすくなったり物事の理解力が低下している人たち、大人になり社会の中で生活しづらくなり精神的な不調を期待している人たちなど、共通するのはもともと住んでいる地域の中で自分らしく生きていくことができない人々を対象としていることです。作業療法士は病院でのリハビリテーションで終わるのではなく、その人の住み慣れた地域でのリハビリテーションまでつながっていきます。そして自分らしく生きるための目標を設定する役割を持ちます。その時必要なのはいわゆる理系の能力だけではありません。その人そのものを理解するためには文系の能力がとても大切になります。ぜひ文系でも理系でも目指せる医療職、作業療法士になりましょう。皆さんお待ちしております。